うつぶき玉川の土蔵群博物館施設に転用された地図宿、石ヶ谷家住宅の土蔵土蔵とは、日本の伝統的な建築様式の一つで、木骨、外壁を土壁として、漆喰などで仕上げられるもの。日常では単に蔵と呼ばれることが多く、この様式で作られた建物は、土蔵造り蔵造りなどと言われる。米国、酒、繭などの倉庫や保管庫として、防火、 防室、冒頭構造を持って建てられるもののほか保管庫と店舗を兼ねて建てられるものもある。店舗、住居を兼ねるものは、店蔵と呼ばれることもあり、倉庫、保管庫として建てられるものとは分化して発展してきた。土蔵の扉には種類があり、大阪戸と呼ばれる火災の際に占める引き戸や、戸前と呼ばれる蝶津街がついた扉などがある。起源ははっきりとはしない。 中世にも町屋などと共に建てられており、近世、鉄砲の伝来の影響により、城郭にも防火、防弾のために漆喰台壁の技術が用いられ、30センチメートル以上の分厚い壁を多用したことで、安土桃山時代後期から江戸期前後の矢倉や天守などの防御施設は土蔵造りとなった。江戸時代以降には城閣で発展した技術も活かされ、火災や 盗難防止のために盛んに建てられ、後に裕福さの象徴ともなった。明治以降には土壁の上に漆喰ではなくモルタリオを塗り洋風に仕上げられることもあった。また土壁ではなくレンガや大屋石で作られたものもある。現在は伝統的な外観を活かして飲食店などの商業施設や博物館に転用されることもある。木造の骨組みに 丸竹と白縄で小米を作り、その上に複数回、土塗りを施して、表面を漆喰で塗り上げる。出入り口、窓などの召し合わせは、複数段の段型とする。屋根は、裏板の上に土井吹きとし、縄掛けに土道めきを打ち、瓦吹き。外観の仕上げは、大壁とし、土壁の上に漆喰層を塗りごめとするか、各種の板張りとされる。平瓦を張り、 漆喰を板かまぼこのように持って固める生子壁などとすることもある。漆喰の壁には左官職人が小手によって文字や絵などを表現するレリーフを作られることもある。現在ではキータの代わりとしてや老朽化で剥がれ落ちた白壁を補うためにブリキや鉄製の板、波板を貼ることがある。壁口は約300ミリメートル以上あることが多く、 開口部の外土なども土土とすることがある。古くは江戸時代の大火、近代では空襲による大火でも内部に火が回らない事例が多かった。ただし空襲で使用された焼夷弾とは屋根を貫通した後内部で発火する兵器のため屋根に焼夷弾が直撃した場合は外壁は無事でも内部が焼け落ちたという例も多い。また一見無事に焼け残っているように見えても 土蔵内部は極度の高温となっており、周囲の火災で酸素が消費され尽くしているため過労じて、発火していないだけ、という場合もある。このため、土蔵が無事なのを見て、不用意に塔を開けた瞬間、バックドラフト現象が発生し内部の器物が、一気に焼き尽くされてしまったという事例も多かった。ミッド徳川家所蔵の名刀、植台切れ、三つただ、この手がシワの二振りは、 関東大震災の際にこの現象によって昇進となってしまったという。そのため、火災にあった土蔵や金庫などは内部が完全に冷えるまでの一週間ほどは回避してはならないとされていた。またかつてはいざ近隣で火災が発生したという際、普段出入りの盛んが駆けつけ、用意してある用心土と呼ばれる粘土を土蔵のすべての隙間に叩きつけ、土蔵への炎症を防ぐといった、 防火活動もあった。店倉は江戸時代以降に発展した消火建築の様式の一種で土蔵の技術を応用したもの。店倉とも表記する。土蔵の一種ではあるものの用途が異なることから枝分かれする形で独自の発展を遂げた。商品などの保管、貯蔵を目的とした土蔵とは異なり、店倉は店舗兼住宅として使うことを目的として建てられるもので、 土蔵とは、開口部の作り方や、間取り、内装が異なる。土蔵の場合は、開口部をなるべく小さくし、耐火壁の部分を多く取って、耐火性能を向上させることを重視して設計される。また内部も、保管、収蔵を目的としているため、細かい間取りなど離されない。対して店蔵の場合は、店舗、住居として使うことを主目的としているため、耐火性能面では、 多少の妥協がなされ、商店部分の間口や、住居部分の窓などの開口部が設けられている。内部の間取りなども通常の商店建築に準ずる。土蔵の保管しぐらの様式を採用したもの。明治時代以降には、レンガ像の様式を採用したものや、漆喰の代わりに、モルタルやコンクリートを使ったものなども見られる。古い宿場町。 ショートなどには前言しながらもある程度残されており、近年ではトタンを剥がしいたばりや漆喰壁にするなど、観光資源としての積極的な利用に転じている事例もある。蔵造りの街並みなどとして、観光訴求をしている街をいくつか例示する。多くは、貯蔵用の土蔵ではなく、店舗、住居を兼ねた店蔵である。ありがとうございます。